まっちゃんねる。こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を言いながら大相撲の世界を制するまっちゃんねるです。私が元幕下力士松本武史です。アシスタントの山武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。本日は東京都の女性からいただきました、はい、ありがとうございます。関取や親方の着る紋付きは家の家紋なのでしょうか、うん、それとも部屋に紋があったりするのですか。それと体型にも差がありますよね。大きな力士は軟弱文化の生地を使っているんでしょうか、まあ、こういう質問が来てましてね、また松武蔵さんの同期生である元力士の方からね、部屋の名前が入っている反物は毎年もらってた、自分は一反と袖一枚で作れた、という返事をしてくださってるんですね。じゃあね、まずね、紋付きについて、あれは関取になった時にまず作るんですよ、締め込みから化粧回しからもちろん作るんやけども、紋付き袴っていうのもそこから着るようになるんですけども、いや、重量に上がったら紋付き袴っていうのが着れる。結婚式だとか優勝パーティーとかそういう時もみんなね、関取は紋付き袴、そうね、千秋楽でまあ優勝した力士の一門とかがこう万歳する時に紋付き袴でいるじゃないですか、うん、そうですね、うん、それでね、そういえば紋付きってここに紋付きっていうぐらいですから、ね、家紋がついてますけども、うんうん、あの家紋についてはどうですかね。あれはどうなんだろうね、うん、私の家には家紋っていうのがあるんですけども、 あるの、うん、知ってます。お盆とかの時に、おばあちゃんの家行ったら、提灯に門みたいので吊るしてたような、だから家紋っていうのはあった。そしたら新十郎松武蔵による家紋はどうするって言われたら、うちはこうですって言えるっていうことですね。そうだね、そうするんだろうね、うん、私はその家紋あるんでしょうけど、調べたら多分あると思う、全くね知らないんで、いやもうそんな適当でいいですよと、じゃあもう親方と一緒にしといてくださいなんていうような対応をするかも分かりません、モンゴルを中心に外国の力士の関取昇進っていうのが増えてきてるんだけども、この外国の力士のっていうのは家紋はないと思うんですよ、そうですよね、これはだから例えば師匠の家紋とか、例えば部屋に家紋があったら部屋の家紋とかを使うんじゃないかな、まあその辺はまあ本人の意思にも任せてるかもわかんないですね。私も関取衆何人かうちの部屋から出てるのを見てんだけど、紋付きの家紋のことなんか気にしたことなかったね特に武蔵丸なんかハワイの出身の関取誕生してんのに、家紋どうしたのとか聞いたことなかったね。なんかここは私たちも分からない、そうね、また武蔵丸さん今度会ったら、あの時の家紋ってどうしたのって一回聞いときたいね。そうですね、それでね、紋付きとか浴衣とかのサイズの話なんですけどもね、紋付き袴っていうのは規制ではなかなかないんで、これはもう個人個人作るんじゃないかな、もう立派なもんだからね。そりゃそうですね。浴衣なんかは着物でも普段着なんでね、まあ毎年ぐらいに作るんですよ、この同期生の方もやってくださってますけどもね、はい、で私の部屋は毎年の5月ぐらいに支給されてました、武蔵川って書いたやつ、はいはい、サイズはどうなるんですか。サイズはマネージャーがね聞いて回ってたの気する、例えば当時だったら180センチの140キロだよとか言って、細いやつからでかいやつまでいるから資料と部屋の反物を着物屋さんに持っていったら、細いやつのちょっと余った生地をでかいやつに回すとかして、うまいこと組み合わせてね、その型があるんだろうね、だいたいこう180センチの140キロっていうぐらいの浴衣だから割と融通が来て着れるんですよ。まあ、ただね、松本さんは非常にこう上半身がごつくて足が細いです、同じ体重であってもね、その逆の人もいるかもしれないけども、だから身幅っていうのが随分変わってくる気がするんです。浴衣ぐらいだったら割とラフに着れる、着物なんかやっぱりシッとこう着なあかんから、細かいところまで見てくれるんじゃないかな、で夏はその部屋の名前が入った浴衣を作ってくれて、毎年柄違いでね、千秋楽とか部屋の会があった時に着る、普段はね一門の関取の浴衣とか、そういうのをまちまちに着ているんだけど ね案外ね違う部屋の関取の名前が入ったものを着てたりするんで、そうそうそう、意外とねもう自由に夏場なんか洗濯洗濯でやってるから、もう常にこういろいろなものを着ていくんやけど、千秋楽パーティーには同じ
浴衣で色清という形でね作ってくれてた。夏は浴衣だし、うん、冬はね、うん、着物をね、うん、作ってくれるんですよ。紬とかの着物じゃないですよ、うん、普通のウールの着物を部屋の色清という形でね毎年親方が作ってくれてた、うん、それは仕立て屋さんに頼んで、うん、みんなそれぞれに来るんだけど、うん、夏初めぐらいに、うん、例えば一門の関取とか、うん、部屋の関取とか、うん、から反物もらうんですよ、うん、でかい人もちっちゃい人も一旦は一旦だから、うん、予備もらうんだろうね、うん、でその予備を例えばめっちゃでかい人だったら、うん、一旦の半分ぐらいもらうとか、うんうん、私だったら一旦と、うん4分の1ぐらいかな。あのこの同期生の方は一旦と袖一枚っていう表現をしてますけども私はあまりそんな言い方したことないんだけど、うん、袖っていうのはここに待ち入れるんですよ。あ夏の浴衣の時見やすいね。お相撲さん今度夏近く通ったら、うん、でっかいやつ見たらここに待ちを入れて、はいはいはい、で作るんですけども、はい、袖一枚でここになんか1枚分だけ多くもらうってことじゃないかな。あなるほどね、うん、あのでもね交流のある関取それぞれ違うと思いますので、はい、いろいろ違う布をいただく場合があるじゃないですか、はい、その中で自分はあこの色いいなこれで作りたいなとか。あそうそうそう、それはありますよね。あるある、あの、うん、あれは幕内以上でしか作らないからね。あ幕内ですか。幕内以上は絶対作るわけじゃないけども、うんまあ、あの重量の力士とかはそれ作りたいから五月場所に頑張るっていう力士も多い。うん、自分の名前入りの浴衣を作りたい。幕内に上がれたら自分のが出せるから、うん、新入幕力士は配ることが多いね、うん、一門とかから何単か来るよね、うん、それを全部が全部作るわけじゃなくてこの浴衣を作ろうとか、うん、2年越しぐらいに1着か2着増やしていく感じで、うん、自分がこれ好きだなと思ったらもうその時作ったり、うん、やっぱりこう着ることによって、うん、私は関取もあ着てくれてるんやっていうね、うん、あの松本さんは誰か関取からいただいた布でこれ作ったって思い出した。いやいやもちろんあのうちの部屋の関取あの武蔵丸とか武双山とか、うん、その辺のやつはもう常に作ってる。もっと若い時とか関取がいない時代とか他の部屋のからとかじゃなくて、うん、一門の親方が襲名したりしたら、うん、こう回ってくるんで、うん、それをね作ったりしてた。今ほどねカラフルにいろんなデザインしていうほどではなかったかもしれない、ね、そうね。それでその色清っていうのは部屋で作ってもらえるんですけども、うん、そして個人で作りたいっていう場合は自分たちが思い出すんですか。そうです。マネージャーが仕立て屋さんが来るから、うん、作ってもらいたい人ちゃんと用意しときとか言って、はい、あのそういうような感じで仕立てたんじゃないかな。自分が好きなのが来たら作ってたりしてたね、うん、そうですか、うん、いかがでしたでしょうか。まあ、チャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。本日もありがとうございました。また次回。さよなら。